はい、皆さんこんばんは。本日はですね、以前ご紹介しましたVFC の MP5SD3、これについてですね、だいぶ打ってきたので、通常分解できるところは清掃等してるんですけれども、この先ですね、このバレル内の、掃除ですとか、あとチャンバーとかですね、この先はちょっと分解したことがなかったので、ちょっと分解をしてみようと今回思っております。そしてですね、特に故障等はないんですけれども、一応清掃等してですね、もう一回ですね組み直していきたいなというふうに思っています。私の探し方が下手なのかもしれませんが、意外とここの分解方法はあんま情報ないんですね。なので、今回私がやったことを言って、皆さんのお役に立てればいいかなというふうに思っております。あとですね、今回以前の動画でも言ってましたが、こちらですね、VFC のですね、この先端にライトをつけてですね、アクセサリーはようやく入手できたので、これの取り付けと、あとこれにつけるライトとして今回一応こんなものを私も購入してみました。シュアファイア形式のですねライトを取り付けて、ちょっとイメージをまた変えようかなというふうに思っています。なので、中の清掃と、あと一部外観のカスタマイズ、それを動画にしてお送りしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまずですね、こちらの分解して中の清掃から行いたいなと思います。はい、まずですね、このサイレンサーですね、こちらを外していきたいと思います。これはもう単純に回せば取れます。はい、この通りですね、長いサイレンサーが取ることが可能です。続いてですね、このハンドガードを取りたいと思います。で、これ初めにどうやって取るのかなと思ったんですが、なんてことはなくてですね、この広げてですね、前の方に出していけば外せれます。はい、こんな感じですね、少し前の方に出してですね、あとはこのような感じで外せます。はい、中にですね、このアウターバレットが見える形になります。はい、その後ですね、この中のバレルを取るためにですね、ここ左右にですね、イモネジが入ってます。それを外していきたいと思います。はい、この通りイモネジが取れました。はい、続きましてですね、一応この中のですね、ボルトとかをですね、抜いておきたいと思います。これは通常分解で行います。はい、これも壊れます。はい、壊します。はい、壊しました。はい、ここのですね、ボルト、チャージングハンドルって言った方がいいですかね、これを取りたいと思います。で、これはですね、ちょっと見づらいですかね、ここの、今ここにですね、ピンが見えますかね、これがピンがあるんですね。で、これをですね、下から叩いて抜きます。はい、この通りですね、ピンが抜けました。そうするとこのチャージングハンドルが取れます。で、この中のですね、ボルトは、はい、この通り取り外しが可能になります。はい、イモネジを取った後ですね、このアウターバレルとインナーバレルを引き出すことができます。これ硬い時はですね、ちょっと中から軽く叩いたりしてですね、やるとこんな感じで抜けるようになります。はい、あとですね、この
まあ、アウターバレルっていうんですかね、こちらとインナーバレルを外したいと思います。それはここにですね、あのネジがあるのでそれを外します。はい、でこれぐらいネジを出すとですね、はい、こちら押すとですね、この通りですね、インナーバレルが取り出せます。でここがチャンバーなんですが、これあのこのバネは抜けて、この先端のパーツも抜くとですね、この通りですね、簡単にチャンバーが開きます。でその際ですね、このホップレバーのところにバネがあるので、これですね、これをなくさないようにしてください。はい、これでインナーバレルとですね、ホップパッキンが取り出せました。これホップの押しゴムはこんな形の形状ですね。はい、はい、それではですね、簡単に清掃していきたいと思います。はい、結構やっぱインナーバレルの中汚れてましたね。はい、一度清掃することをお勧めします。はい、ホップチャンバーがこれで閉まりました。ここのですね、ネジを回すことで見えますかね、 これがホップのレバーなんですけど、これが遠くに行けばホップが弱まるんですね。でこう近づくとホップが強まるという構造になっています。はい、アウターバレットの結合が終わりました。はい、これホップのかかり具合ちょっと見たんですけど、多分マックスでもこれくらいしか多分ホップは出ないかもしれないですね。はい、はい、それではですね、アウターバレルを元に戻していきたいと思います。はい、ここで注意はですね、ここにホップダイヤル、先ほど見せたあの回すネジ穴がですね、ちゃんと真下に来るようにしてから紐ネジをで固定していきます。はい、アウターバレルが装着できました。続いてボルトを戻していきます。はい、ボルトをまずここにですね、あのハンドル、チャージングハンドルを取り付ける穴をセットして、まずチャージングハンドルを入れます。はい、そうするとここ穴を合わせてですね、上からピンをですね、これあの向きがあるピンなので入っていく方を下に入れてですね、ピンを刺します。はい、こんな感じでピンが入りました。はい、そうするとですね、ハンドルがつきます。はい、続いてハンドガードをつけたいと思います。これは前の方からですね、広げてですね、入れていきます。はい、取り付けは終わりました。続いてですね、こちらのサプレッサーをですね、取り付けます。はい、こちらの正ネジ方向ですね、で閉まる形になります。はい、あとは通常通り組み立てていきます。
はい、通常の組み立てが終了しました。一応ここまでですね、清掃と分解の動画を終了したいと思います。この後ですね、外装カスタムに移りたいと思います。はい、まずライトを交換するので、このライトを外していきたいと思います。マウントごと外したいと思います。はい、この通り外れました。はい、続いてこのライトマウントにですね、まずライトをつけたいと思います。はい、一応これ25ミリ系って書いてあったんですけれども、これも、まあ、一応周りは25ミリ系だというふうに書いてはいたんですが、ちょっとこれくらい隙間が空いちゃってますね。これなんか無理やり閉めれば閉まるかもしれないですけど、ちょっと怖いんでこれくらいにしておきたいと思います。はい、ではこれを本体のサプレッサーにつけていきたいと思います。はい、一応ですね、これをですね、まあこのネジをがあるんで、このネジを外してつけてからネジを締めようとするとですね、ちょっとうまくいかないですね。私のやり方が下手なんですかね。なのでもう一杯ネジは緩めておいて、ここを、まあ、要するに引っ掛けた状態にして、でちょっと中には滑りやすいようにセロテープはちょっとつけました私で、前からちょっと滑り込ませていきたいと思います。ちょっと正しいやり方かどうかちょっと微妙ですけど、傷が結構つくかもしれないですね、このやり方。はい、一応ここまで滑り込んだので固定していきたいと思います。はい、ちょっとですね、これ目いっぱい閉まるんですかね。なんかまあまあ一応余力はあるんですけれど、どこまで、はい、まあちょっと余力があるんですけど、まあしっかり止まってるので、まあ、ここまでにしようかなというふうに思います。まあ本当は多分しっかり閉まるのかもしれないですが、一応まあここまででやっといて、まあ慣らしてまた緩むようだったら締めていきたいかなというふうに思います。はい、サンド中的にはこんな感じになりました。いかがでしょう。結構いい感じかなと思います。はい、それではですね、この後少しですけどこの形で実写した動画がございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。